今日のイカれた偉人は与謝野晶子。代表作には乱れ髪、君死に給うことなかれなどがあります。晶子はですね、分子の与謝野鉄幹という男性と恋に落ちます。この鉄幹という男、なんと教師の立場にありながら自身の生徒を妊娠させています。こいつもイカれております。当時鉄幹には妻がおりましたが、晶子からすればそんなことはお構いなし、妻から鉄幹を奪い取ります。そして結婚して17年の間になんと12人もの子供が生まれました。驚きですね。海賊団でも作るつもりだったのでしょうか。次回は種田三等科です。ではまた。